山住邸の中にですね入ってみたいと思います。こちらから入るそうです。いや、こちらのですね屋根の作りすごいですね。等間隔に何本も、木が組まれてます。すごいです。こちらから、中に入るという形です。こちらすごい長いですね。こちらの欅のですね一枚板ということで、なんと7メートル以上あるということです。すごい重厚な作りですね。こちらが土間の部分ですね。こちら大黒柱なんですけれども、非常にですね太いですね。50センチ角ということで、かなり太い形です。こっちはなんかすごい昔の囲炉裏端みたいなのもありますね。すごいです。こちらの方から、こちらで靴を脱いでですね上がります。よいしょ。あ、こちらは赤い絨毯の部屋で、デイと呼ばれる部屋ですね。かなり広い部屋です。16畳以上ですかね、ございますね。すごいですね、本当に。明治16年に作られたようなんですけれども、こちらの庭院の隣は和室なんですけれども、こういった龍のですね、絵が飾られてます。広いです。